乾杯。こっちもいいんじゃない？なんか静かでいいっすよね。あんな詰まってるよ、ね。ここが思ったより綺麗なんですよ、ね。あと紅葉。最高。たまんない。最高です。今どっちにテントを張るかですげえ悩んでます。こっちの川側か。どういう系のやつ？こっちの山側か。普通のどっちも最高。フレーム貼ってかけて。これの上に、うん、フライパン。ああ、なるほど。地下であるの。バーベキューみたいな。うん。で、早っ。マイテント買ったまんですね。マイテント買ったまんやな。いや、その顔よ。9000円やったけど、多分ふとしふとしちゃおまた出てこんからえふとしでしたっけふうじやつふさじふさじあ、すごい映像撮ってて全部それがどうもどうたくじの前はふさじと名前を争ってたみたいですっていう話。ふざち、ふざち。いやでもちょっとなんか15分ぐらいつけるやつのを一晩つけたんで、はいはい、え、ポトフ食いました、うん、むちゃむちゃうまいですよ。はい、食べよ、誰か。もうあまり。あ、撮ってた。映像。いや、そら綺麗から。めっちゃうまいわ。勝ったね。うわお。クラウデクラウデ。しか。何が燃えたんですか。オリーブと水があれしたんかな。え？水がこばって外へ出たよな。怖。クランベ TV してましたね。もう携帯投げたもんな俺怖ってなって。
フライパンの周りにあるといいかもしれない油。ああね、なるほど。それだか、取るもんなやっぱこれで動画撮ってこれだかのためにちょっと体張ってましたもんね。むっちゃ怖かったわ見たことないぐらい真面目な顔してるじゃあこうなんて、あれかあの、寛大だ、あ、こっちか、あ、いけるか。あるっすよ、味噌汁飲みますよ。味噌もあるし、うん、俺もだしありますよ、高知のだしパック。白菜、絶対うまい、これめっちゃうまそうじゃない。海鮮やっぱいいっすね。海鮮、海鮮卓地焼き、卓地焼き卓地海鮮焼き、ありがとうございます。どう海鮮、あ、まだ食べてないです。美味しかった、美味しい、美味しい、美味しい動画としてです海鮮たくじ焼き、あ、うまっ。うん、チヂミのエキスが出てて美味しいですね。じゃあこんなんいらんねん、アサリや、こんなんいらんねん、しかもアサリや、アサリか。ギリギリ、いや、新ギャグっすか、新ギャグ、いや、ギャグいらんのよ、それチャンネルじゃない、うん、ギャグじゃないよ、あったかく時期じゃないよ。あ、寒い時にあったくじの兄貴、できました。スプーン系、スプーンの方がいいですね。パンです。ちょっと食ってみてください。とトマト、めっちゃ熱そう。いただきます。うん、どうですか。うまっ。あったくじ、これ結構そう言いたいだけやん聞かんかったかったごめん。え、うまないですかこれ。うまい。うん、ん、サバ缶とトマトだけじゃないですよね。焼肉のタレとカレー、焼肉のタレとカレー粉、
うん、甘めやね、美味しい。ナスナス一番うまい、一番ビールに合う。あ、カメラ向かうほうがいいですね。一番ビールに合うわ。ええよ、なんでも。こっちはこっちでいいや。今ちょっと風向きが変わったんで。綺麗。星やばいでしょ。うん、ちょっと熊あるけど全然全然いけない、うん、これやばいな、ね、お、やばいな、ね、俺ももっと早く来てたやつ。マスバーは多分やばそうですね。すごい多いんだ。ただほんま山のほんま隙間なんでめっちゃ風強いんですよ。こう見てみて、風向き見て、めっちゃ見えやすくなった。広がるから。これ一番うまい。すげえ見えやすい。酒飲もう。うわ、餅感は出た。あ、餅食いたかった。餅食いたかった。なあ。俺それで勝手に現在の準備してこようかなと思っとったんですよ。餅忘れた。俺味噌汁に餅入れる気でおった。しかも。ユーキャンはやっぱこれがね。これが一番うまいやろ。まずかん。一通りバーベキューした後は、あずかんでいきたいと思います。指入ってるでしょ、絶対。バレた、バレた。指、そう、指入ってるんですよね。最高最高最高。ちょっとちゃんと厳選してこう。お湯出ないっすよね。なんか2700円。あ、朝ごはん作りました。うえ、うまそう。うまそう。取れてなかった。できました。うまそう、うまそう。完成です。マジカメラ回ってます。あ、めっちゃいい。でかっ。これやばいっすね。マジで怖い。むちゃ高い。これすごいですね。熱するぐらい揺れるな。うわ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 。すげえ。あ、でもめっちゃ景色綺麗。あ、これ。あ、
段こっちかな。なんかこんなんやった。こういう人はね。でも俺も昔来たことあるわこれ。結構揺れるっすね。おー怖。いやこれ楽しいですね。下川。神邪魔すね。神の方もう死ぬやろ。見たら。すげえ綺麗。これ怖い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 。めちゃくちゃ揺れる。景色めっちゃいいですね。